スティングステーション。福岡第43回放送。収録風景を生中継でお送りします。ムク、福岡、和明。はい、お待たせされたのは何でしょう。写真の方ですか。前回のライトダウンのあれが、今日はライトアップなんですね。あ、どっちでもいいっすよ。なんかちょっとライトダウンの時、うん、見たら結構暗黒っぽくなっちゃったから。なんか暗すぎたでしょ、やっぱり。アルファの資金で。あ、資金で。そうです。アルファもそろそろ株式化するので。ええ、素晴らしい。はい、それじゃあ行きます。はい、三、二。今週はですね、ちょっと面白い出会いからですね、話がこう飛躍していきまして、でその方と、コラボのですねセミナーをやっているということになったんですね。でなんと出会ってから。まあ、全然お互い知らない状況から出会っていって3回目で、コラボセミナーをしましょうとでいうことになって、まあ、それをやっていくんですが、皆さん方目にかかった方とですねいろいろと話をして何か一緒にできるないし何か商談もそうですけど進めていくということをより具体的により早くやってください。日本人のある面悪いところは後で検討しましょうね、後で話をしましょうねというところですが、それでは運が開きません。早く決めて早く動く、ここに運気が進むという状況になってきます。ぜひ頑張ってやってみてください。はい、OK、はい、ですね、漢字の荒木さんの前で切りたいと思います。はい、了解です。よいしょ、ちょっとじゃあこれ切ようか。準備で仕上げてください。はい、あ、テストテスト。はい、スタンバイ OK です。
皆さんこんにちは。風水鑑定士である私、福岡和明が今週も風水談話についてお話をしてまいります。今週もお付き合いくださいね。少し前の話になるんですけど、江戸川区のですね、葛西の駅前でですね、ビューティーサロンを経営されている、鈴木さくらさんという方の紹介で、先日、小川美奈子さんのインターネットテレビに出演させていただきました。あっと驚く放送局、小川美奈子のルーム375というですね、毎週木曜日の、夜に放送されている、これ生中継なんですが、放送されている番組でした。375ということで美奈子ということらしいです。こちらはですね、民放テレビなどにも、出演されている方々も、出られたりということをされている番組ですね。小川美奈子さんは、女優で、今はその番組の MC と、あと演劇のですね、脚本を書かれたりということをされています。当日のテレビ番組では、風水の陰陽五行に基づくですね、相性の話をさせてもらったんですね。小川美奈子さんのですね、番組をサポートしているのがパイナップリンというですね、お笑い芸人、2人組だったんです。オンエアの前のですね、打ち合わせ時に果たしてそのパイナップリンの2人が相性がどうなのか、合うのか合わないのかということで、こう少し盛り上がっていったんですね。相性が悪ければ場合によっては解散かとか、いやー今までは相性良かったねとか、何かこうですね、お二人のその相性ですね、これでですね、真剣にこうなんだかこう聞いてたというか、そんな感じでした。打ち合わせ前での、二人のその状況を話してしまうと、オンエア中にですね、ちょっと迫力は欠けるというふうに、私は感じまして、お二人の相性は本番でですね、実際にお知らせしますよというふうに伝えました。もうこれ彼にとってはドキドキもので、彼ら曰く番組でこれほどまでに緊張したことはなかったということを言ってました。確かに風水で見て相性が悪いと言われたら、悩んでしまいますよね。さて結果は、木星人と火星人でしたので、実は相性バッチリだったんですね。同じ東指名のグループであり、火星人がしっかり木星人を助けるという役割になっているので非常にいいです。もうオンエア中汗をかいたということをですね、後ほど彼らから言われました。でもお二人とも良い相性で良かったですね。小川さんのですね、新しい事務所の、鑑定依頼もいただき、後日鑑定もさせていただきました。これからも発展されていかれるようにということでですね、見させてもらったんですね。小川さんとは今後、一緒にこうイベントやっていきましょうということを話し、翌日収穫能力を持つ方と会うと、いうことになりました。幹事というですね、会社の荒木さん、つまり飲み会などのこう幹事ってありますね。その幹事、こう分かんなくなっちゃうな。伝ってます？株式会社幹事の代表をされている方です。で、小川さんとその幹事の荒木さんとで話を決め、6月9日に
運気が上がるビジネスマッチングパーティーをやることになったんです。ん？もう明日ですね。楽しみながらとても参考になるイベントになるというふうに思いますよ。はい。ちょっと忘れてました？ん？切るところの。1ページ1杯なのかと思って、うん、2ページ目の、うん、ああそっかそっか、あそっか、そうか、漢字が漢字があるからか、そっちかと思う。ああそっかそっか、それは失礼しました。はい、それじゃあ次は、ちょっと待ってくださいね、はい、1分ほど、はい、バンナチだ、あ、そうか、バンナチか、そうか、ちょっと一瞬読めなくなったんで、バンナチだ、これバンナチと、どう、これで OK か、下が、下はこれか、よいしょ、はい、スタンバイ OK です、はい、了解です。幹事の荒木さんには、私が7月に行う足利パワースポットツアーにですね、お手伝いをしてもらおうということになりました。実はですね、彼の奥様が、女性版相田みつをですね、こう目指されているということなんですね。メッセージを書き込み、そしてそこに関連のですね、イラストまでこう盛り込んだ作品というのを、見せていただいたんです。まあ書家である相田光男、彼の出身は足利なんですね。で、今回はですね、その足利のパワースポット、そこに関連する、相田光男ですね、これをですね連動した企画、これは今、やろうとしてます。朱塗りのですね、神殿である織姫神社、織姫公園、大黒天の、万那寺、日本最古の学校の足利学校、 NHK 大河ドラマの、舞台になった太平記館、そしてですね、郷土の、美味しいものっていうのをいただきます。またその女性版の、相田光男さん、これもですね、同行していただき、皆様お一人お一人へのメッセージボードをですね、作ってもらおうというふうに思ってます。そういえばテレビ東京の人気番組アドマチック天国でですね、足利を5月の中旬にやっていましたよね。室町幕府を開いた足利市発祥の地であって、世界最大級の富士がある、日本最古の学校、織物の町、北関東の京都などとも言われてますね。そう、昔のヒット曲で、森高千里さんの、渡良瀬橋、これもここなんですね。情緒ある渡良瀬川に架かる橋として有名です。もっと古くだと、小倉圭さんの渡良瀬を行けばという曲もあります。美味しいものやなぜか
B 級グルメでも楽しめるものが多いっていうのはなぜなんでしょう。番組を見ていてちょっと気になったのが、屋台のコーヒー屋さん、焼きそばにはじゃがいもをこう必ず入れる、極めつけはなんと肉が入っていないシューマイ、そのシューマイをですねソースをかけて食べるんですね。なんかちょっとすごすぎますね。お寺もですねピンポン寺と言われるところもあるんですね。これ卓球大会をなんか1年に1度この寺でやるということから、そのようなニックネームっていうのを作られているということを聞きました。これどれも不思議ですね。そしてこの地にもしっかりパワースポットがあります。さてそれはどちらだと、それはぜひ7月9日の土曜日に、開催されるこの私のツアーに参加してください。もちろん私のガイド、これもですね楽しんでいただけるんじゃないかなと思います。ぜひ私のホームページからお申し込みいただければと思います。私のですねこのようなそのパワースポットツアーも、飯能方面、浅草、そして今回が足利と広がってきました。そうですね、今年の後半ぐらいには、伊勢神宮や出雲大社にも、行ってみてというか行ければいいかなというふうに思ってます。実は海外のパワースポットに行きたいというような話もいただき、現在それも検討中です。場所はハワイを考えてます。以前お話したようにハワイは世界中で一番運気が上がる場所と言われてます。その中核に行ってみたい、そのように思ってます。さて今週の風水ワンポイントアドバイスを、良い運気をですね呼び込むために、パワースポットに行ってみましょう。昨日までとは何か異なることが起きてきますよ。お相手は風水鑑定士の福岡和明でした。今週も皆様に良い運気を。はい、OK、5分50。はい。よいしょ。太郎さんも参加してください。ぜひ参加してください。
ご視聴ありがとうございました。Try to the next stage. Alpha.